ちょっとみんなチュンリー戦とかこれ練習しようぜみたいなのちょっと基本的にいろいろ思いつく限り言っていくんでよろしくお願いします。よし。じゃあまずダミーセット、ごめん、これ Xbox 版のトレーニングモード初めてなので、おい、俺のチュンリーが勝てなくなるからやめろ。アクション。アクション、どれ、アクションは立ち状態、ああそういうことね。ただ俺が操作するからそこらへんいいじゃん。そうだね。じゃあクイックスタンディングガード、どれ、トレーニングオプションか、 SA ゲージを無限にすればいいのか。で、アタックデータは一応つけとくか。これで OK だね。動かせるようになるんじゃないの。そうか、ダミー設定。これないのかな。あ、あったなか。い？あ、ないのこれ。ないね。これ、そうか。協力プレイできないか。ああ、いきなりそう来る。やばい、詰んだ。しょうがねえな。よし、じゃあ、もうないよな。これって、このトレーニングモードって、終了。そうだね。いや、大丈夫。ブロッキングトレーニングがあるでしょ。じゃあ、例えばですね。そうだな。シングルプレイ、トレーニングモード、トレーニング、ブロッキング。これでいいんじゃないですかね。じゃあもう、多分みんなこれやろうぜ、みたいなね。よダメ、し。分割口座クルー。あ、分割口座。いや、まずは、じゃあ、ちょっと、トレーニングオプション。ちら。お、こんにちは。ダミーロッ対人クが。戦だとブロ失敗が怖くてガードしてしまいます。ああ、でもやっぱブロった方がいいですよ、やっぱ。そうですね。とりあえずこんな感じで。今、チュンリーの空ジャンプ中足、方位曲線、漏らしバージョンでやってみました。まあ、これは基本ですけど、出ないけど、あれ、これ、どんどんできんの？リロードすすごいるね、よ。これ。ちょっと待って、すごい。出ないんだけど。それこうおもてしていいのか、わら。ごめん、ちょっと。これ、待って、これ出て、ほんと出ないんだけど。何これ？ちょ、ごめん。ピエロわよ。あ、できた、できでた、できた。ませんでした。わらわら。なんでじだろゃう？あちょっと待って。どうなってるんだ。まあ、これは、壊しなら漏らしに勝てるよっていうのと、あと、中膝でもいけんだけど、これ、早すぎて。そうそう、これも、まあ、SA 繋がるってことでね。出ねえけど。文字出ないんだけど、え？何これ？ショックなんだけど。かわいいんだけど、これ。じゃあ、ちょっとこれね、系ちょっとむずいんで、じわらわゃあ、ら。もう、一人用ね。一人用っていうこれか、はリハビリが必要ですね。これね。暗転中にコいマンや、ドを入れ違うんてするよ。せいこじゃれねえは、の。暗転中にも一応ガチャガチャっ理て入れ解、といこんて、なか。最速でその壊し SA を入れる。そうすると、チュンディが漏らしてない時にもちゃんと反撃が決まって、で、漏らして暗転してきた時も、その暗転後にもう一回ガチャガチャ、ジャカジャカ SA ってやることによって、その両対応できるということをやりたかったんですけど、なんか出ないですね。引退しろブ。ははははは。うるせえ。で、バナナじゃん。バナナだよね。どう考えてもね。
待て、トライアル。いやもう一人用やるわ。ちょっと待って。バナナはできん？バナナはそれできんだよ。ね。バナナを番。何やろうかな。じゃあ。じゃあ一応一人用で、じゃあ一応チュンリー対策。録画じゃねえだろ。ごめんね。何これ。ダミー設定。クイックスタンディングは取る方でいいか。ボルデモート強かもしれない。ボルデモート強、あごめんちょっとわからないで、こんな感じでいいか。でよく自分がやる技なんですけど、あの画面端でチュンリーをこかして、あの表裏を迫るというやつですね。おみつさん落ち着いてれ。お地震だ。あ地震だ。結構でけえぞ。あ結構でかいね。地震だ。怖。あなんかテンパって。初見です。あ初見さんこんにちは。今なんか。地震とかどこの田舎だよ。わらわら。ね、トレーニングオプション。SA ゲージね。一応無限にしとくか。アタックで。東京だよ。わら。よし、行くか。で、これをチュンジリこう、画面端で、こう。投げた後にこうやると裏を回れる。これは都民ですが何も感じない。ノーマルリープをするとこう裏から膝が重なり、ごめん近代キック、なんだこれ、ちょっとごめんなんだけど、えなんでこれ裏回る。レミーは裏回りネタ多いよね。そう、これ今のは表落ちですね。近代キック移動リープ、普通のリープがこれで、これが台形移動リープ。円台形リープはすんごいリーチが長いんですけど、近代形、この近代形は揺れたよ。近代系はですね、レミーが体少し下がるんですよ。円台系はレミーが前に行くので移動の時に使えるんですけどね。というわけで、ムクレミさんのパクリやないかぶ穴を、これまた手食いことしちゃって、さんのパクリやないかぶ穴をこれ俺自分で見っけたし、そうですね、近代系だと非常に巧になるね。そうそう、でこれ結構見えないっぽくてやられる側、まあ、本当に超レミ対策して、このリープが出る瞬間にその近代系で移動リープになってるかどうか見える人がいたらひょっとしたら 見切れるかもしれないけど、基本的にはこれは見えない近代系。そういうの見て分かんないけど、分かる建造はわかるみたいですね。見えるの黒だくらいじゃね。どうだろうね。まあでも結構これは使えるかと思う。で、あとこっからが問題なんだけど。そうそうそう。で、結構俺なんか使います。外で、これ何が強いかというと、やっぱ元からこの裏回りが結構強いのと。でちゃんとその裏回りの裏の表持ち、これを選べるっていうのが なんか重んねえけどが強くて、ちゃんとじゃんけんになってんだよね。これバレても大丈夫みたいな。でさらにおすすめなのが、まあこれ裏でも表でも両方ガードするような、まあファジーガードみたいなやつやってこられたとしても、やっぱなんだろうな、こうやってこうやってで、ちょっとできないんだけど、こうやって近代系のはずなんだけど、お前が配信してるから乱入してくださいな。ダブルなんか例えばチュンジュに対してはこの結構垂直ジャンプ台系が強いんで、あケース系はプレステみたいですね。チュンジュに対してはあの近代ジャンプ垂直ジャンプ台系が結構チュンジュに対して機能するので
例えばこうやって裏回っといてこうみたいな感じでね、結構チュンジーがその SGGK ですかね、近代系とか投げし系を出してくれてるとこれに刺さるみたいな。春以外でも大体回れるんですか？いや、ちゃんと回れるのはチュンリーくらいですね。昔ショールグレショーソニック前ダッシュから歩きで料理たくれるよ。イカ役ズルズル配信やな、わらわら。え、俺のこれ食ってる音が聞こえる。あ、これ注意がなんか昔ショールグレショーソニック前ダッシュ。あ、はい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 、あれですね、あの今は箱でやってるっぽいわ。今ユウさんが、あ、マジで、どうしよう、またちょっとどうしようか。ちょっとこれせっかくお題が出たので、ですね、行こう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 、 OK、まあ、ちょ、じゃあこれだけちょっとやらして、せっかくだから、ダミー設定、ジャンプ戻る。力丸さんが配信始めたから慌てて箱に変えたかな。これまあこのこうやってこうやってこうやって裏選べるし、おすごい、できね、今度は表みたいな、これちゃんと選べるんで宣言します、表行きます。はい、あれ裏行きね、裏もちゃんとやればいけます。でこれはただ相手によっては、実はあのちゃんと歩きで表裏せら迫れる相手、まあ、チュンリー含めもいるんですけど、裏回りできない相手もいるし、逆に裏にしか回れないキャラもいますので、ちょっとちゃんとしたじゃんけんにならないキャラもいます。どうする、ケイスケ来たってどうする、それでもいいよ、それでもいい、お会い初借りしてるから全一レミーが分からせてくれ。ケイスケさんでやってるのかも、ごめん。ケイスケさんもうね5年くらい前に結構やったからさ。じゃあとりあえず見てみますか、一旦一旦。カオ TV なんたらかんたら、カオ TV、 どれだ、え、ちこれってさ、トレーニングモードさ、このチームと舐め仲が弱い、顔テレビやってなくない？あー、なんかもうやってる最中なのかな、ケースケは。いやいや、なるほどね。で、なんすか？あ、トレーニングモードってさ、建造がその 2P 側で協力プレイ、なんだろう、できますよ、それやってほしい。とりあえずレミ設定で。おい、相手は、相手じゃあ、じゃあ一応おいはできない、おいできない、黙ってとつってびっくりさせよう。これ建造、例えばその俺がこれチュンリー選んで建造がチュンリー操作するってできる、できます、できる、じゃあやべえよ、できないんだ、どっちだろう、でもできるって言うんだったらできるんじゃねえの、え、できないの、できませんでしたっけ、対戦モードプレセ2はできるよ、体力減っちゃうけど、プレセ2できるのは知ってる、え、嘘、できないの、できないっぽいんだよね、ではダメなのよ、寒い、これぽいね、プレセ2で、じゃあプレセ2でやりますね、あ、プレセ2で、あ、ダメだ、レバーがないじゃん、いや、あるんですけど、プレセ2のソフトを今友達に貸してたんだ、あ、そういうこと、でもまあ若干時間もったいないんで、俺ちょっといろいろ、俺ちょっとね、いろいろ、どうします、対戦でやります、いや、そう、ここまでやるのがいいでしょ、うん、やるんだったらトレーニングモードでこっちで覚えさせるしかない、まあそうだね、うん、ありがとう、よし、あ、でもそれだったらブロッキングでやるんだったらいいんじゃん、俺はこれでやろうか、結構めんどくさくない、そうでもない、どういうこと、ブルーキングモードでやるにしてもさ、あ、コミュニティ参加ありがとうございます、普通にやるわ、今ちょっとレミで思いついたその何か対策みたいなやつをやっていこうと思います、対策つうかおすすめコンボとかそういうのがあれば、
そうだね。そう、さっきやったのが空中コンボからの表裏とか。あとそうだな。まあ、とりあえずこれやってこうみたいな、まあ、ため分割絡みで、いや、ノーマルモードで。やっぱこの、なんだかんだで自分からやっぱ攻めに行った方がいいと思うんで、このソニックをこんくらいの位置で当てた時に、やっぱ前ダッシュして、こういうことができるとどんどん相手を押し込めることができる。やっぱ引くだけじゃゆくゆく勝てなくなるので、相手をどう押すかっていうことで。で、レミー使った場合、やっぱじゃんけんのかけ方としては、やっぱレミーのダッシュ投げとか、レミーのダッシュ小足、ダッシュ膝とかが届く位置で、まあ精神的なじゃんけんを相手にかけるのが大事かと思います。で、ジャクルグエもあるし、ダッシュもあるし。確かにガンガン来られた方が考える時間取られるので辛いです。そうそうそう、やっぱなんか、やっぱ相手に早く見せるっていうのも重要なのでね。で、この位置が重要なので、ソニック打った後にこう、どん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 相手を押し込んで、で、レミー何気に端は強い。っていうか、まあ、このゲーム、みんなやっぱ端攻め強いんで、レミーもここは引いちゃいけない場面なのでね、うまく、端でチク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 。で、例えば、チュンリー戦だったら、結局これが本命の本命ですね、これが。こうやった後に、今ちょっとずれちゃったけど、さっき言った、リープからの2択とか、別に、そのプレッシャーがあればもっと投げられると思うし、こうですね、確認ソニックとか、今出なかったけど、まあ。で、結構、俺がヒューゴを、あ、コミュニティさんからありがとうございます。で、俺結構いろんなキャラの、初見です。あ、初見さんありがとうございます。今、ちょっとレミ講座的なものをやってます。で、俺結構いろんなキャラの上手あつし、い人の動きとか、いろいろパクってるんですけど、例えば俺がヒューゴ使いからパクった技がありまして、ヒューゴ使いって許結さな構、い。ダッシュして、ダッシュ中に相手が飛んでたら、ミーとして、プレイ頻度も少ないですが。ああ、でもやっぱね、どんどん使わないと強くならないかも。頑張ってほしいですね。で、ヒューゴ使いは、なんか、ダッシュして、相手が地上にいたら投げて、ダッシュして相手が飛んでいったらミートみたいなやつをやるんで、それと似たようなことを、飛び読みのダッシュサマーが難しい。そう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 、読みじゃなくて別に見てからサマー打ちはよくて、出ねえけど、出ないんだけミートじど、ゃなくてまシたュー出るんだこト。れ。ああ、すごい、シュートシュート。待って、これ。本当出ないんだけど、悲しいんだけど。何これ。あ、で、取り出せた。こんな感じで、ソニックの打ち方、下半回転通して、ソニック打った後に、ダッシュすると、なんか、ギリギリなんか、両対応できるんですよね。最初ソニック打って、相手が地上だったら、壊しソニック、壊しソニック。相手がソニック打って飛んでたら、サマーウスみたいな。そう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 。で、もちろん、まあ、例えば相手が飛んで、サマー一択だわあ、得と、意な。それだけど、やっぱ相手が飛んでて、サマー打つの、まあ強いんだけど、それだけ打ってると、やっぱ、全然空中ブードされちゃうんで、そういう場合には、シーマさんが割とやってくるタク。あー、なるほど、なるほど、そうですね。で、相手が飛んでたらサマー。で、その次の選択肢が、こっちはサマー溜まってるんだけど、あえてサマー出さないみたいな。
サマー溜まってるんだけど、あえてなんかしゃがみ台パン打ってみたりとか、そういう感じですね。一応 EX サマーの裏も出しておけると今後につながるかなと思います。で、あとシーマさんは飛び見てねえからアブアナをまあ別に読みで出すのもな、まあ、せっかく無敵あるから強いんじゃないですかね。画面見てない、うん、画面見て、あーまあ画面ね、いろんなやり方があると思うし。でね、キャラクター選択、バナオさんだ、すごい豪華な配信だな。バナオね、バナオ結構元レイミン使いという噂があるんでね、俺知っとるよ。そうなんですか。そうそう。であとね、そうだな、あれバナオの自演じゃないの、あれバナオの自演いや違う、また自演したバナオ自演やろ、早えば、バナオ自演が早え。